ヤン・ヤンセン。1940年5月19日台は、オランダノートドルプ出身の元自転車競技選手。ヤンセンは若い頃より重役として、親と共に同族が経営する会社で働いていたが、16歳の頃、自転車チームに加入。1962年にプロ選手に転校した。その年、中立選手権を制した。 本格化したのは1964年、パリ・ニースで総合優勝を果たし、ツール・ド・フランスではポイント賞を獲得。そして9月にフランスのサランシェで開催された世界自転車選手権プロロードレースを制し、一躍、トップスターへと上り詰めた。1965年はロンド・ファン・ネーデルランド総合優勝、ツール・ド・フランスポイント賞獲得等の実績を挙げる。 1966年は、ボルドー・パリを制覇。そして1967年、1968年の2年間は、最高潮のシーズンとなった。1967年、ブエルター・エスパーニャの総合優勝並びに、ポイント賞を獲得。さらにツールでは当時としては、最多受賞となる3度目のポイント賞を獲得したほか、パリ・ルーベも制覇。 世界選手権でも2位に食い込んだ。また、スーパープレスティージを受賞した。1968年、ブエルタで2度目のポイント賞を獲得。そして、ツールド・フランスでは、ベルギーのヘルマン・バン・スプリングルと終盤まで、マイオジョーヌ争いを演じ、最終、第22ステージの個人タイムトライアルにおいて、バン・スプリングルを38秒差逆転し、劇的な総合優勝を果たした。 ちなみに、オランダ国籍選手として初めてツールドフランスで総合優勝を果たした瞬間でもあった。1973年に引退。ありがとうございます。